はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、案内所に関するポイントをまとめました。なので今回まとめた内容をぜひですね、頭に入れていただければと思います。具体例出した方が分かりやすいので具体例を出します。今回登場する宅建業者は3社です。売り主業者と、こちらの案内所を設置する業者が2社ありますと。で、売り主業者っていうのは、まあ、今回はマンションを建設して、このマンションを売りたいと思っている業者なので売り主業者としています。で、こちらの案内所を設置する業者っていうのは、売り主業者から、まあ、売買の依頼を受けたり、販売の代理の依頼を受けたりした人です。まあ、どっちでもいいですね。売買であったとしても代理であったとしても結論同じなので、まあ、そこは気にしなくて大丈夫です。とりあえず売買もしくは代理の依頼を受けて案内所を設置してるんだということですね。じゃあこの2つっていうのは何が違うかというと、上の業者が設置する案内所っていうのは契約締結もしくは申し込みを受ける案内所になります。で、下が設置する案内所っていうのは契約締結もしないし申し込みを受けませんよっていう案内所を設置します。なので違いはここですね。契約締結、申し込み、これどちらか一方でも受ける場合、まあどちらも受ける場合でもいいです。で、下っていうのは契約締結受けません、申し込みも受けませんという、どっちも受けない案内所になります。こういった違いだけですね。ここの違いだけって考えてください。まあもちろんね、上が代理で下が媒介っていう場合もありますけども、まあここはそんなに気にしなくてもいいので、ここだけ注意してください。で、この業者3社いるんですけども、ちょっと一つ一つ見ていきます。まず売り主業者っていうのは、この現地、まあ、マンションが建っているとこですね、ここに標識を設置しなければなりません。まずこれポイント覚えておきましょう。まあもちろん売り主業者っていうのは別途事務所がありますよね。なのでその事務所にも標識あるんですけども、今回はこの現地、マンションが建っているところにも別途標識が必要なので、これは頭に入れておきましょう。で、続いて案内所を設置しているこの2つの業者、これについては案内所に標識がどちらも必要になってきます。案内所に標識が必要です。マンションの現地には案内所を設置する業者の標識っていうのはいりませんので、あくまでも案内所に標識をここにね、設置をしてくださいよということです。で、続いてですね、ちょっとこちらを見ていただきたいんですけども、従業者名簿とか帳簿とか、あと報酬額の上限ですよね。そういったものっていうものは設置しなくてもいいんです。案内所には帳簿もいらないし、従業者名簿もいらないし、あと報酬額も掲示しなくてもいいですよという意味で×になっております。なので、この標識、従業者名簿、帳簿、報酬額、これらについてはどっちも一緒なんですね。違いは何かというと、この2つです。まず、専任の取引士、設置しなければいけないのは、契約または申し込みを受ける案内所を設置している業者です。こっちは必ず専任取引士を設置しなければいけません。じゃあ何人設置しなければいけないのかというと、1名以上ですね。1人以上設置したらいいです。従業員が10名いたとしても1人以上でいいです。事務所の場合っていうのは、まあ、従業員5人に1人は専任取引所を置かなければいけないっていうルールなんですけれども、案内所は違いますので1人以上置いたらいいですよということなので、この点は注意しましょう。で、契約締結も申し込みも受けない案内所にはこれ専任取引士いりませんので、この点がまず1つ目、違います。ここ頭に入れておきましょう。で、続いて届け出ですね。まあ、下で後で解説するんですけども、案内所を設置する場合、届け出が必要な場合があるんです。で、契約締結とか申し込みをするのであれば、これは届け出が必要になります。案内所設置しますよ、そこで契約締結とか申し込み受けますよっていう旨を届け出をしなければいけません。一方で契約締結も申し込みもしないというのであれば、この届け出は必要ありません。まあ、この違いですね。これも頭に入れておきましょう。じゃあこの案内所に関する届け出って何なのかというと、ポイントはここの緑の線、下線を引いた部分になります。あと赤文字の部分ですね。まず、いつまでに届け出しなければいけないのかというと、業務開始10日前までに届け出が必要です。業務開始10日前までなんですよ。だから業務を開始する前日に届け出っていうのはこれダメですよってことですね。まあ、この点注意しましょう。業務を開始する10日前まで、この10日前ですね。
ここをちゃんと頭に入れておきましょう。またこれ届け出って書いてあるので、まあ、許可まではいりませんよってことですね。単に届け出をするだけでよくて、許可っていうのは、まあ、免許検査とかからちゃんと許可をもらわなければいけないんですよ。だから不許可っていう可能性もあるんですね。ダメですよって言われる可能性あるけども、届け出の場合っていうのはそういったものはないんですよ。ダメですよって言われることはないです。一方的に免許検査とかに言うだけだから、申し出るだけなんで、そういった、ダメですよって言われることはありません。まあそういった違いがあるんですね、届け出と許可には。まあそこまではね、頭に入れなくてもいいんですけども、まあ許可じゃないんだよ、届け出なんだよっていうところを頭に入れておいてください。じゃあ、誰に届け出をするのか。これは、免許検査と案内所の所在地を管轄する知事。この2社に届け出なければいけません。まあ同じ場合もありますね。例えば、免許検査が東京都知事だったと。で、案内所を設置した場所も東京都にある場合、この場合はどっちもこれ東京都知事になりますので、まあこういった場合はいいんですけども、別々の場合もあるんですよね。東京都知事で下が神奈川県知事みたいな感じで違う場合もあるんで、まあそういった場合2社に届け出なければいけないので、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、免許検査が、知事の場合、まあ東京都知事免許を持っている、神奈川県知事免許を持っている、まあそういった場合は知事に直接、届け出をしたらいいんですね。この免許検査に対して直接届け出ればいいんですけれども、国土交通大臣免許を持っている業者の場合、この場合国土交通大臣に直接届け出をするんじゃなくて、この下ですね、案内所の所在地を管轄する知事を経由して国土交通大臣に届け出をします。ちょっとこの点細かいんですけども、頭に入れておきましょう。例えば、国土交通大臣免許を持っている業者が、案内所を設置しました。で、まあ、契約締結申し込みしますと。で、この案内所を設置している場所が、例えば東京都だったとしたら、国土交通大臣に直接届け出をするんじゃなくて、東京都知事を経由して国土交通大臣免許検査に届け出をするんだ、という点ですね。まあ、この点注意していただければと思います。まあ、今回ポイントですね。1個、2個、3個、4個、5個。まあ、あと6個ですかね。大きく分けて6個ですね。解説しました。まあ、その中でも細かく解説してるんですけども、試験にもよく出てくる部分なんで、何度も何度も確認しながら勉強を進めていっていただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。